はい、こんにちは。今回はね、バッキングのコードの弾き方の、2本目なんですが、ロックンロール的なね、前回はローコードのここ使って弾きましたが、ほぼ同じコード進行で、今度はちょっとストレッチを使ったね、弾き方を習得していこうというのが今回の動画です。前回との、じゃあなんで別のポジションで弾くのかというと、一番の大きな違いはね、ローコードだけで弾くと、開放弦を交えて弾いてましたよね。なので弾けるコードが、すごく限られてます。この音は変えられないんでね。それに対して今回弾くのは、平行移動すれば、どんなね、キーにでも対応できるという。なので今回やることも、しっかりマスターしましょう。前回の動画を見てない方はリンクを貼っておきますので、そちらもご覧ください。では行きましょうか。まずコード進行なんですが、 A と D と E、 この3つしか使ってないですね。で、弾き方なんですが、パワーコードをまず弾いてます。ただしちょっと運指に注意が必要で、6弦の5フレット、5弦の7フレットを弾くんですが、人差し指小指で弾くのではなくて、この2本2つをまず人差し指と薬指で押さえます。で、ここなんですが、ここは、6弦の5フレットと5弦の9フレットを今度小指で押さえてますね。で、多分、初心者にとってはこれが相当辛いと思います。僕自身昔は弾けてなかった気がしますね。ということはこれを弾くためにはすごいストレッチが必要なんですが、左手のね、形が大事です。ロックギターというのは普通この親指がね、ネックの上にこうかぶさってる状態で、弾くことがいろいろ多いんですが、今回は親指をね、ネックの裏にこうつけて手首を思いっきり前に出します。そうじゃないとちょっと指が、きついです。上に置いたままだともう全然無理ですね。こういうふうに親指をネックの裏に置いて手首をグッと前に出してあげます。そうするとね、これぐらいまで届くようになります。この形を覚えちゃえば、あとはね、弦移動と平行移動するだけで今回使ったコード進行は、弾けちゃいます。さっきの A ですね。今回もブリッジミュートを混ぜながら弾いてますね。ロックンロールっぽさを出すために全部、ダウンピッキングで弾いてます。で、次が1個弦が下がってね、5弦の5フレットと3弦の7フレットD のパワーコードですね。で、これを一回弾いた後に、今度小指をまた、さっきと同じです。4弦の9フレットを小指で押さえてあげます。
左手の形全然変わってないですよね。こっか。ちょっと下にずらすだけです。で、もう一回元に戻ってきます。で、次が、今度、E を弾くんですが、5弦7フレット人差し指、4弦の9フレットを薬指ですね。ここも全く同じことをしますね。今度は、4弦の11フレットを小指で押さえます。で、この後に D に戻ってきて、で、また A に戻ります。で、最後、E で締めて、もう一回、A に戻ってくるという進行なんですが、このコード進行自体が、まあ、基本中の基本なので、しっかり覚えましょう。人差し指の位置を基準に考えると覚えやすいと思います。こういう動きをしますね。なんか落ち着いた感じがするでしょ。今回理論的な話は省きますが、この指の動きね、しっかり覚えておきましょう。あとは練習あるのみですね、しっかりストレッチをできるようにして、あとはポジション移動ね、特に A から E に移るとき、ここが素早くいくように、で、この ADE の形をマスターすれば、ちょっとだけね、ちょっとだけというか、1フレットずらすだけで、こういうふうにね、全くコード進行は同じだけど、キーが違うというね、どんなキーでも対応できるんですよ。こういうふうに、最初の A を基準にした形を基準に、平行移動させて、いろんなポジションで弾くことができます。なのでね、まず基本のここ、をしっかりマスターして、バッキングがね、弾けるようになりましょう。ではお疲れ様でした。